ルフィ。まったく困ったもんですよ。あんたのお孫さんの懸賞金もこれまで起こした事件の数々で15億ベリーまで跳ね上がったんですからね。まだまだ鬼才じゃ。そして聖地マリージョアでも想像を超える事件が起きようとしていた。何の用かね、わざわざここまで。今はレベリー、立場上君は政治に関わるべきではないぞ。君だから時間を取った。ええ、感謝します。聞こう、兵は表へ出ろ。はっ。ある海賊について話が。